ジムを無料でゲットしよう。ストーンオブライフにおいては結局ジェムが必要になります。ジェムは iTunes カードと交換可能。 iTunes カードなどの電子マネーは普通お金で買うものです。が実はこれを無料で入手する方法があります。その方法を使って課金ガチャを実際に無料で回しているのがこの映像です。こちらは同じく iPhone のゲームパズル&ドラゴンズの課金ガチャですが、他の iPhone のゲームはもちろん Android、モバゲー、フリー、アメーバ、ミクシー、すべての課金アイテムに使えます。詳しい方法は QR コードもしくは動画詳細の URL から、どうぞ。